キャンプはきついですけど、すごい楽しいですね。楽しい。どうですか、ボンさん。いや、もうきつい。きついですか。早く帰りたい。早く帰りたい。まだあと4日ありますよ。4日か。うん。早く帰りたいね。帰って子供と遊びたい。いや、幸せですね。子供いるのは。アルタは帰りたい。俺も帰りたいですね。帰って何するの？帰って、まあ、特にまだ決まってないですけど。決まってない。車来るじゃん。あ、そうですね、うん、ドライブしたいですね。ドライブ、誰乗っけんの？誰乗っけんの？いや、今のところは一人ですよ。あ、一人か、そっか。あ、一人ですよ。あ、同部屋は誰ですか？同部屋は新た。そうです、僕です、はい、どうですか同部屋の自分の印象は。新たな印象、はいはい、そうだね。いや、でも鼻歌歌うぐらいなんかリラックスしてくれてるから俺はもう全然なんかリラックスしてくれてるなと思って、はい、レイソルの大先輩なんで、いつも話聞いて学んでます、うん、ね、そうだよね、レイソルユースと高校も一緒だもんね。はい。いや、もう自分が中学校の時、うん、ボールボーイやってて、その時にワル君の試合出てたんで、うん、もう今回こうやって同部屋でなんか入れて、なんかすごい不思議ですね。はい、でボールボーイの話でね、盛り上がったもんね。盛り上がりましたね。で、お互いね、ボールボーイやったことあるって話で、はい、ゴール裏が人気とかな、ボールボーイのな。自分らの時はベンチの横でしたね。ベンチの横、はい、俺らの時はゴール裏が人気で、ゴール裏文句言われますね、ちょっとね。そう、あの北千住だからさ、サポーターの文句がすごいんで、ね、早く投げろみたいな。そうそうそう、はい、早く出せよとか、早くしろよとか、はい、めっちゃ言いますね。選手にもまあ言われるよな、はい、選手にも出すの遅いですよね。そう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 。ボールボーイ以外、あの練習終わった後にボールを探す。ああ、そうですね。うん。なんか奥になんか森みたいなのあるんですよ。そこにボールが毎回飛んじゃって。なくなってな。あ、みんなでボール探してましたね。うん、いつもボール探して、探さねえやついるしな。探してました、ワルタ。探してたよ、俺は。ワルタ？サボってました、ね。キャンプ中これやるぞ。まあ自分はまあ新加入なんで、うん、まあもっといろんな人と。コミュニケーション取ってやっていきたいですね、うんうん、俺は太らないようにするぞ。太らないようにいや、ご飯美味しいんよ。あ、そうですね。そうそう、自分体重2キロぐらい増えちゃいました。増えたでしょ、はい、だから俺は太らないように気をつけて、はい、ご飯美味しすぎてねえ、はい、何個違いですか自分の。俺今年32になる年。自分22なんで、うん、10個。今年何歳になる？23っす。23じゃ9だ。9個。俺32だから、うん、いやもう可愛い子供みたいな感じだよ、本当に。いや、もうバルカはもうお父さんですね。今年は大卒ルーキーということで、たくさんの試合に絡んで、勝利のダンスをたくさん踊りたいです。皆さん、新たを応援してやってください。バラさんじゃないですか。チャンネル登録お願いします。